アスキャはアイスランドの標高1516メートルの火山である。アイスランド島の中央高地の北部に位置する。アスキャという名前は同心円状に重なったカルデラと標高1500メートルのディンギョフィヨットル山からなる山地全体を指す。なお、アイスランド語で小箱の意味である。登山できるのは年間のうち夏季の数ヶ月のみである。アスキャは ヨーロッパ最大級の氷河バトナヨークトルの北西にあり、年間降水量は450ミリメートルほどしかない。アメリカのアッポロ計画において宇宙飛行士の月面における地質学調査の訓練がアスキャで行われたことで有名である。1875年の噴火時の雨による降廃の範囲。1875年3月29日から土30日までの2日間の 時間発展の様子。アスキャは1875年3月29日に大噴火を起こすまでほとんどその存在を知られていなかった。この噴火によりアイスランド島の東部のフィオルドには大規模な荒廃があり、家畜が死ぬ、農業が行えなくなるといった被害を多く出した。この噴火による火山灰はノルウェーやスウェーデンにまで到達した。これにより、 アイスランドからの大規模な移住が起こることになった。これよりは規模が小さいが約1万1000年前の関心よりも比較的大規模な噴火があり、それによるテフラがスウェーデンの南西部、アイルランド北部、ノルウェー北部で見つかっている。現時点で観測されているアスキャの最後の噴火は1961年である。アスキャの外側のカルデラは有史以前の噴火によるものであり、 その内側の面積は約5 0キロ平方メートルである。このカルデラの内側にもカルデラが見つかっている。カルデラの底の標高はおよそ1100メートルである。アスキャのカルデラを取り巻く位置にあるディンギュフィオットルには、ドレカギルと呼ばれる渓谷がある。またアスキャの近くには、ヘルズブレイズ及びクベルクフィオットルという二つの火山がある。1875年の大噴火では、 大きなカルデラが形成され、エスキバトンという湖になっている。湖面は、アスキャの外側のカルデラ内部の平均的な標高よりも50メートルほど低く、湖の面積は12、K、平方メートルである。湖ができた時は、現在よりは気温が高かったが、現在は年間のうちほとんどの期間で湖面が凍結している。水深は220メートルで、 アイスランドで最も深い湖である。エスキュバトンの北東には、ビティと呼ばれる直径約150メートルの小さなカルデラ湖がある。ミネラルの多い水質で温水であり、硫黄分を含み、湖水は不透明な青色である。水温は入浴、水泳に適した温度になっているが、エスキュバトンでも、ビティでも湖面が周囲より低いことから、風がない日には二酸化炭素が溜まりやすいため、 湖面に近づくと意識不明になって倒れることがある。そのため水泳などは推奨されない。ビティも1875年の噴火で形成されたカルデラである。1907年、ドイツの研究者、バルタンフォン・クネベルとマックス・ルドロフが、エスキバトンを小さなボートで調査中に消息を絶った。フォン・クネベルの婚約者であった、イナ・フォン・グルムブコフは彼らの調査の足取りを追ったが、 何も見つからなかった。そのため二人の失踪の原因は不明だが、二酸化炭素中毒になり遭難したのではないかと推測されている。アスキャは観光名所でもあり、二つの山小屋がある。またどれかぎるの近くのどれきというところにキャンプ場がある。アイスランドの外周を取り巻く国道からどれかぎるまで約1 0 0トルであり、四輪駆動車などで行くことができる。 この道をそのまま進んでドレキからアスキャのカルデラまで8トルである。そこに駐車場があり、エスキバトン及びビティまで徒歩で2 5トルである。この徒歩の道は6月下旬から10月上旬までの3から4ヶ月のみ通行可能である。2010年6月、火山研究者ヘーゼル・ライマーはアスキャで観測される地震が増えており、 噴火が近いのではないかと予測している。これはエイアフやドラヨークトルの活動の影響ではないとされている。研究者たちはカドラの観測を続けるとしている。ありがとうございます。